名古屋市立緑ヶ丘小学校、中学校は土地入り口名古屋市立緑ヶ丘小学校、中学校は愛知県尾張日市に所在した名古屋市立小学校、中学校。全寮制であり、敷地内に若松寮を併設していたため、本校ではこれも含めて述べる。当校は名古屋市立の観光外学園、名古屋市立横須賀公外学園、 名古屋市立元塾郊外学園という三つの郊外学園を前身としている。それぞれの機能を引き継ぎ、1967年1月1日に、東カスガ郡朝日町大技2位平子5174番地の794において発足した。高知は名古屋市森山区に隣接するものの、市街の終わり朝日市にある名古屋市福祉団地の一角にあり、 学校教育法を根拠とする公立学校と児童福祉法による養護施設である若松寮の両輪により遺体の教育を行う全国でも珍しい教育機関であった。発足からしばらくは中学校長が小学校長及び寮長を兼ね、教職員も寮職員を兼ねる状態であった。基本的には名古屋市児童相談所により 若松寮への入寮が認められたものが通学対象であった。もともと家庭環境に恵まれないものが多かったが、昭和40年代からは長期欠席、退学、登校拒否などによる学業地退社も増加したという。小中は小規模校として推移したが、入寮者が減少したため、1991年3月には小学校が休校となり、児童は 名古屋市立しだみ西小学校に区域外通学することとなった。また、1993年3月には中学校を含めて廃校となり、生徒は区域外通学生として名古屋市立しだみ中学校に編入された。若松寮についてはそのまま存続したが、1997年に名古屋市名東区山賀町に移転して、指定学区が変更された。 また、2016年4月1日社会福祉法人、秋の理解に民間移譲され、児童養護施設名古屋若松寮に改祖された。ありがとうございます。